皆さんこんにちは、フジロクです。今回は失敗しないいちご飴、りんご飴を作っていきます。よろしくお願いします。まずはフルーツを用意しましょう。いちごはヘタを包丁で落とさず指で取って、そして串に刺していきます。ヘタのところを包丁で切り落としてしまうと、そこから水分が出て飴がきれいにつかない場合があります。なのでこのようにヘタの部分は指で取って、そして串に刺していきましょう。続いてリンゴを用意します。リンゴは8分の1カットにして、こちらをうさぎさんにしていきます。包丁でうさぎの耳の部分を作りましょう。だいたい約2ミリほど包丁を入れて V の字になるようにカットします。 V の字に切れたら反対の方から皮を剥いていきましょう。切り込みの一番上のところまで皮を分厚めに剥いていきます。そうするとこのように皮がスポッときれいに取れます。こちらでうさぎのりんごが完成です。続いて少し難しいのですが、チェック柄を作っていきましょう。先ほどと同じように8分の1カットのリンゴを用意します。そして2ミリほどの厚さでこのように線を入れていきましょう。まずは真ん中に1本、そして横に6回包丁を入れていきます。線がすべて入ったらチェック柄になるように皮を包丁で綺麗に外していきます。端っこの方は外しやすいのですが、次からですね少し難しくなります。皆さん手を切らないように慎重に剥がしてみてください。こちらで完成です。こちらも竹串をいちごと同様に刺しておきましょう。りんご飴というのは普通は小さなりんごでする場合が多いんですが、今回は家庭用ということなので、パクッと一口で食べられる大きさにしてみました。これに飴をつけると結構剥がれやすいので、できるだけお早めにお召し上がりください。それでは飴の部分を作っていきましょう。材料がこちらです。お砂糖はグラニュー糖、そしてお水、こちらでだいたい作れるんですけども、今回は可愛くこちらですね、ウィルトンというお菓子のよくアイシングで使われる着色を使っていきます。今回は赤色のカラーを使って着色していきます。竹串に適量を取っていただいて、お水に先に溶かしておきましょう。砂糖の中に入れてしまうと後で結晶化してしまうので、お水に溶かして、そして砂糖にかけて飴を作っていきます。フライパンにグラニュー糖、そして先ほど用意した赤色色素が入ったお水を入れましょう。ここで大事なポイントです。砂糖は絶対に混ぜてはいけません。もし混ぜたい時あれば、このようにですねフライパンごと揺すって混ぜる、このように混ぜてください。この中にゴムベラや木ベラを入れてしまうと、ジャリジャリとした結晶になってしまって失敗してしまいます。必ず混ぜずに加熱していきましょう。目安は150度です。温度計を持っていない方はこのように竹串に飴をつけて、そして水の中に落としてみてください。竹串についた飴がしっかりと固まっていれば完成です。時間でいうとだいたい5分ぐらいは中火で加熱しています。その間絶対に混ぜずに、混ぜたくなったらフライパンを揺するというのを繰り返して温めてみてください。飴をつける時のポイントなんですが、このようにフルーツを回転させて飴をつけていきましょう。スプーンなどでかけてもいいんですが、先ほども言った通り木べらやゴムべらが入ってしまうと結晶化してしまいます。スプーンが入ることによっても結晶化するので、なるべくフルーツを回転させて飴をつけるというのをやってみてください。続いてリンゴもつけていきましょう。
リンゴはこのようにちょっとサイズが大きいのでスプーンが必要になってきます。なので先にイチゴをしてから後でリンゴをした方が全部まんべんなく使えるかなと思います。できた飴はクッキングシートの上に置いていきましょう。さあ何度も飴をかけているとこのように結晶化が始まります。こうなってしまうともう使うことは残念ですができません。しかしこのまま捨てるのはもったいないので再利用をしていきます。もう一度砂糖を火にかけて適量のお水を入れて伸ばしていきます。そして伸ばした後とろっとするまで煮詰めてみてください。そうするといちごのシロップが完成です。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。その他 SNS もやっていますのでフォローもよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。